を選手権クイズはこちら。最近は日本のレジェンドたちを取り上げてますね。ぜひ予想していただいて、動画の最後の答えチェックしてみてください。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日はバージョン 3.4.0 通常能力変動まとめ第1弾やっていきたいなと思います。大変お待たせいたしました。今回はですね、2週間前にやってきたバージョン 3.4.0 での通常選手の能力変動がっつりまとめていきたいなと思います。で、今回なんと注目の選手60名持ってまいりました。さすが日本の動画では難しかったので、今日と明日前後半でテンポよく紹介していきたいなと思います。ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。で、まずはですね、いつも通りアップデートの注意事項からお話しさせてください。イフットボールでは定期的にアップデートが入り、通常選手の能力が変動します。で、基本的にですね、現実の活躍に合わせての変動になりますので、リアルサッカー見てる人だとより楽しめるんですよね。ただ注意点としては、これ手持ち選手への変動っていうのは入らないんですよね。新しい能力の選手を取りたい場合は追加でスタンダード選手リストから獲得する必要がありますので、そこはしっかりと頭に入れておいてください。ということで、ここからはテンポよく通常選手見ていきましょうか。いろんなドラマがあるんよ。さあ、堂々の一人目はモハメド・サラ選手、強化でございます。どこまでサラは強くなるの？得点能力やドリブル、さらには瞬発などしっかり伸びて、獲得 GP も 1.5 倍になりました。今後の週間登場が期待できる強化になりましたね。そして同じくプレミアリーグから、ハーランドはまあほぼ変わらずかな。ただ結構能力が変わっていて、オフェンスセンスが大幅強化された代わりにスキルやフィジカルが落ちてるんですよね。今までオフェンスセンス低めだったので弱点が消えた感じになりました。そしてそのプレミアリーグからバイエルンに移籍したブンデスリーガ得点王のケインは、ここに来て得点能力や足元ががっつり強化、レベル上限も上がってるし、30歳にしてこの伸びは結構珍しいですよね。ただスピード見てください、ゴリゴリに落ちてる、61点。それに対してリーグワン得点王のムバッペもしっかりオフェンスセンス決定力伸びてますね。ただですね、ドリブルやボルコン、エアバトル系は結構落ちてるので、強化ってよりはプラマイゼロでステイ、そんな感じになってますね。さあ、3連続で得点をいきましょうか。セリア得点王はインテルのラウタロ・マルティネス。キャプテンシーのスキル追加、レベル上限、能力ともにアップ、しっかりと強化されてますね。まあでもな、ラウタロ・マルティネスもっと強くしてもいいと思っちゃうんだよな。みんなどう思いますか？ここまで能力変動だけだったんですけど、ロードリーはスキルが変わりました。バックスピンロブが消えてミドルシュートの追加、そして決定力5上がり、いいですね。攻守完璧なミッドフィルダーに近づきつつあります。さらに皆さんに朗報です。リバプールのファンダイク、今回のアップデートで強化されました。レベル上限は落ちちゃったんですけど、スピード4上がりにボールダッシュ2上がり、これで習慣になった時にかなり期待できるんじゃないかな。以前はですね、こんな感じでスピードギリ80乗るぐらいだったんですけど、最新の習慣が来ればスピード85ぐらいまでは伸びるんじゃないかな。ちなみにコンディションの波も普通から小さいになりました。バモン、プレミアリーグの波が終わり、ラリーガアトレティコからはグリーズマン、総合値上がってますけど、これちょっと微妙じゃないかな。決定力上がってるものの守備が大きく下がり、足元も若干低下、レベル上限も下がってるし、これはどっちかというと弱体化じゃないか。同じくラリーガ、レアルマドリードからベリンガム、今回のアップデートでさらに能力上がってますね。やっぱ注目はヘディングと決定力の伸びかな。決定力6上がり、ヘディング7上がり、もう習慣みたいな強化されてますね。現実が反映されてかなり攻撃的に進化されてる反面、逆にですね、守備能力やパス、ドリブル系は低下傾向になりますね。ちなみにベリンガムは現状獲得 GP39 万、実は全選手中4番目の金額なんですよね。20歳ですごくね。そしてこの動画初めてのプレイスタイル変更組は、先日ラインブレーカーになって界隈が沸いたソン・フンミン、まさかのインサイドレシーバーに変わりました。あまりに変更の速さに僕でなきゃ見逃すところでした。っていう冗談を置いといて、え、ソン・フンミンのライブレ取れないのって思った方いると思うんですけど、安心してください。実はソン・フンミンってクラブバージョンと代表バージョン2種類搭載されているんですけど、代表バージョンは未だにラインブレーカーのままなんですよ。使い分けできるって考えたら全然 OK ですよね。で、実は僕もね、この前まで勘違いしてたんですけど、代表バージョンもバッチリライブアップデート乗るみたいなので、ライブレのソン・フンミンが欲しい方は代表バージョン、インサイドレシーバーのソン・フンミンが欲しい方はクラブバージョン、そんな感じで獲得を考えてあげてください。さあ、そしてもういきなりですね、この動画の目玉と言っても過言ではないのが、デク
クラン・ライス選手、超強化でございます。いや、ワンシュートブロッカーついたのでかすぎるでしょ。まあ、特にブロッカーですけど、能力も全体的に上がってますし、アーセナルスカット作ってるカットかは、これライス乗り換えてもいいと思いますね。こちらも習慣に期待できる能力の底上げになりました。いや、ライスだけにない。そして同じような傾向で強化されたのがリューディガー。こちらもブロッカー闘争心のダブル追加。結構前に来た指名契約のリューディガーにブロッカーつけて使ってる人ってまだいると思うんですけど、今来ればブロッカー初期装備、これすごくでかいんですよね。あと地味にですね、ディフェンスセンス、ボールダッシュもめっちゃ上がってますので、この選手も超強化枠の一人です。超強化の裏には悲しい弱体化もあります。ネイマールはスピード面中心に大幅ダウン。嘘だと言ってくれ。そして今回ですね、能力でもスキルでもない部分で見せてきたのがレアルマドリードのビニシウスジュニオール選手。なんとセンターフォワードオン適切きました。いいですね。まあ、実際リアルでセンターフォワードで出場することも多いので、週刊ビニシウスなんかも来ましたけど、レアル純正スカット作ってて、あのビニシウス当てられてない方とかはここで取っちゃってもいいんじゃないかなって思ってますね。しかもウィング登録のままなので、今後週刊で CF で来ればバグ強化なんですよ。ありがてえ。お次はトッテナムに移籍したマディソン。レベル上限が大幅ダウンしてますので、かなり微妙ではあるんですけど、まあ、足元決定力など大事な部分が強化されてるのはでかいですね。まあ、さっきからですね、まあ、習慣になったら強そうって話を何回かしてると思うんですけど、まあ、習慣とかハイライトの能力って通常の初期値をベースに強化されて決まってくるので、実はですね、この初期値が大事なのと、その時にレベル上限ってあんまり関係ないんですよね。っていうところで、まあ、レベル上限が下がってるけど能力が上がってる選手に関しては、今後のハイライトとか習慣で期待できるタイプになるんですよね。そんな感じ。さあ、そして今回ですね、一番問題児のような強化されたのがデンベレで、まずドリブル見てください。ボルコン4上がり、ドリブル3上がり、ボールキープ4上がり、めちゃめちゃ伸びてるじゃないですか。ここに関してはね、伸び率トップクラスなんですが、他の能力パス下がってたりとか、コンディションの波が大きいになってたりとか、もう大暴れしてるんですよね。まあギリ強化でいっか。問題児のような強化に対して、もう優等生のような強化されたのがフォーデン。レベル上限変わらず、しっかりと能力上がってきました。てか、この前のフォーデンのハットトリック、あれやばくね？胸、痛くね？同じくシティのベルナルドも微強化ですね。レベル上限下がってるものの、守備意識筆頭にじわっと全体が強化、強くなってます。で、チーム単位で言うとですね、やっぱりアーセナル組は全体的に強化入ってますね。ガブリエル・マガリアニスも足元中心にしっかり強化されてますし、マルティネンリも守備系中心に強化。毎回そうですけど、アーセナルどんどん強くなっていきますね。逆にですね、ロバートソンは怪我の影響もあり弱体化。能力だけではなくて逆足頻度も大幅低下してしまいました。さらに同じプレミアで言うと、カゼミロもこの能力低下。てか、いつの間にかカゼミロ星4になってましたね。コンディションの波も普通になってしまい、安定感が落ちてしまいました。スピード下がったのも痛いね。そしてこの動画3人目の超強化枠はニコ・ウィリアムズ選手。まあ、おそらく上がり幅で言ったらこの選手が一番でかいんじゃないかな。総合値も3上がりで星4から星5になりました。スキルで今回の追加、コンディションの波が普通から小さい。さらに能力も足元系中心に爆発的な伸びを見せました。ダブルタッチ標準装備もいいし、今後ハイライトや習慣に期待できる選手になってきましたね。で、実はですね、まあ、もともとめちゃくちゃ優秀でしたけど、ビルツも今回のアップデートでしっかり強化されてますね。スタミナ5上がりは結構でかいし、ビルツはどこまで強くなるのでしょうか。いやー、でもね、レバークーゼンのライセンスあればな、マジでそれ思っちゃう。ほとんどの選手強化されたでしょう。さあ、この動画も後半戦ですが、お次はリバプールのアーノルド。今回ヘディング13下がりというですね、もう罰ゲームみたいな変化になってるんですけど、なんと今回からセンターミッドフィルダーが本適正で使えるようになりました。これ結構でかいんじゃない？一回ですね、代表週間でセンターミッドフィルダー登録できたりもしましたけど、激レアだったので、リバプールスカット作ってる方、今すぐ乗り換えましょう。で、アトレティコのモラタもですね、能力の変動激しいですけど、得点能力の大幅強化が入ってるし、今回標準装備になったのはめちゃめちゃでかいですね。あと地味にコンディションの波も普通から小さいになりました。そしてラストの2人はゴールキーパーから、まあ、クルトワはですね、怪我の影響で能力ダウンはしちゃってますので弱体化ではあるんですが、皆さんよく見てください。ゴールキーパー関連能力で言うとディフレクティングマイナス1だけなんですよね。なのに通常 GP が30万から20万と10万も安くなってるんですよ。いや、これバーゲンセールじゃないか。
初心者の方とかはクルトワとりあえず育てておけば十分ガチスカで参えると思いますので、20万でこの能力だったら全然獲得していいんじゃないかなって思ってますね。そしてこの動画ラストはリバプールの守護神アリソン、ゴールキーパー能力バッチリ上がってますね。まあ、ただレベル上限は下がってますので、まあ、通常選手って意味ではほぼ変わらないかな。こちらも習慣やハイライトが期待できる能力になっております。てかさ、アリソンにしてもクルトワにしてもブースター付きできたら絶対やばいよな。普通にですね、エピックのゴールキーパーとも張り合えるぐらい強い能力になると思いますので、今後の習慣はそこにも期待していきたいですね。はい、ということで今回60選手の前半戦この動画で全てお話しさせていただきました。明日の後半戦でも目玉の選手しっかりいますので、明日の動画もチェックしてみてください。本日の選手クイズの答えはこちら、ラモス・ルイ選手でした。当たった方高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。